どうも、チャマラです。まずは FC さん、メテオ購入おめでとうございます。ただ、ファミリアにはね、チャンバラもいるぞということをね、証明するためにね、私もね、考えてきましたよ。楽しみに待っててくださいよ、FC さん。どうも、FC です。どうも、チャンバラです。はい、今日はカメラマンの正吉です。今日なんですけど、はい。なんかチャンバラがね、FC に、なんか知らんけど、ものすごく対抗心持ってしまった。そう。燃やしてる。あの一件でね。そう、うん。俺は火がついたもん。おう、あの一件とは？まあ、それは言わずもがな。私がメテオなんか買っちゃったもんで。そう。あれからね、なんかね、俺を見る目がちょっとなんか。なんかね、負けてらんないなって気持ちと、そのままじゃいけないなって気持ちの二つがちょっと俺の心だけ葛藤してですね。なるほど。で、はい。僕はもっと頑張る。いや、もうなんですけど、じゃなくてあれやろな。じゃ、俺はね、話まとめると、チャンバラがよく言ったじゃん。最近ずっとこのまんまではチャンバラの名が危ういって。そう、俺が危ない。ファミリアのチャンバラが危ないと。そう、そう。なので、もう買った。購入しました。これ俺は種類知ってます。そう、知る。俺は知ってるんですよ。俺は知ってる。はい。水面下でそんなことが。でも知ったのは FC が来る前、今日先にチャンバラ来とって。へえ、あのまんまちょっと言ってみて。正吉さん、俺新しい種類入れますんで。え、もう内入れたとやみたいな。しかもバリドヤ顔で。でもヒントはいただきました。 FC さんはあれじゃないですか、パッと見て、あ、これはないなっていう感じで見てみたいな。そう。俺はどの種が暑いですかみたいな感じをやんわり聞いたんですよ。なるほどね。じゃあ、あ、まあこんなんがいいよ、こんなんがいいよみたいな感じで何種類か教えてもらった中で、俺が一番気に入った種類を今回仕入れました。間違いないやつねみたいな。まあそうですね。何をおすすめしたかっていうと、まあとりあえずチャンバラが好きそうな虫をいろいろ選択してもらった。これどうみたいな。その中でチャンバラが、いや俺これいきます、これで俺はこの虫を流行らせると。もっともっと、すでに結構ね、流行ってる虫。とにかくね、なんか知らんけど、FC にものすごい対抗意識を持ってる。まあちょっと軽い一目惚れみたいな、その種に対してですね。まあでもそれはほら、かなり俺も嬉しい。やっぱね、俺がこうしたことによって、チャンバラが、あ、俺ももっと頑張ろうってなってくれたのは、俺はすごい嬉しい。あ、本ですか。それは俺、チャンバラにも言ったもんで、結局 FC がこういう行動に移って、先に入っとったのってチャンバラや。そうです。後から入った FC がこうやって行動して、すごい勢いで来たけん、チャンバラは俺の名が危ういってなった。実際動画でも正気さん言ってるんですよ。お前大丈夫か、あのメテオの動画見てるんですよ。例えばピンときたかったんですけど、取り合った後、いやマジやべえなってなって、まあ見せますか。まあそうや、今回のその企画っていうのは、いやチャンバラの名はあるけんなっていうのを FC に言いたかったわけよ。そうです、そういうことね。俺を忘れるなよと。そうだ。しかもね、マジで大奮発。そう、俺お金ないですけど奮発しました。頑張ったね。頑張りました。持ってこいチャンバラ。よし、一緒にして待っとけ。まさか、こんなすぐ買うとは思う。これ、メテオが来た、ほんと1週間経ってないよね。1週間経ってない。だけど、すぐ動いたってことだよね、チャンバラ。そうね。ほうほうほう。まあ、見てわかる通り、大型種ではない。そうね。かなり、ケースが、こういう。そんな、詳しくはないけど。これ、俺もよく、梱包で使う。あ、そうなんですか。そう、まあ、ちょっと、じゃあもう早速、ちょっと名前書いてますけど。一応、一オス二メス。お前、そこも対抗するやんか。はい、全く一緒の。もう全く一緒。いや、そこも正吉さんのアドバイスって言ってたんですよ。オス一メス一やんですか。いや、やっぱ二メスがいい。聞いたんで入れました。いや、それもう、ちょっと名前が見えちゃいます。わかりますこれ。わかります。わかります。オスから行きます。オスから、オスから。いいね。出せ、出せ。じゃあ、いきますよ。ちょっと燃えてるんですけど。もうこれラベル見えてしまっとるね、これ。ですね。いやいやいや。まあでも実物を見てちょっとあれをして。なる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 。ちょっと待って。
これがですね、グランデスヒナカブトという。めちゃくちゃ可愛いやん。はい、あの、一応あの、全然お前に懐いてないぜ。逃げたな、こいつ。大丈夫か逃げたな。まあまあ、あ、俺もね、あまり、その、開けて間もないんで。グランデスヒナカブトっていう、まあ、小型種ですね。小型種。はい。小型カブト。そうです。産地が、エクアドルのオスですね。てか、やっぱ、うん、めっちゃかっこいい。なんかかわいい。かわいいんですよ、本当に。マジかわいい。このかっこよさも混じってない？そうなんですよ、そうなんですよ。横からとかなんかすごい綺麗で、はい、うん。なんか神々しい。そう、色がなんかちょっとなんだろう。まあ、言うたら黄金、うんうんうん、黄金色っぽい。ね、うん、かっこかわいいに美しさもある。そうなんですよ。めっちゃいいやん。はい。で、これが、オスですね。怖いんですよ。でもね、あの、うん、やっぱ、カブトムシなんで爪が痛いです。めっちゃ暴れようけど、これ、もう餌食いよん、これ。いや、餌はまだ食ってないですよ。はい、お前からだいぶ逃げよう気がするんですよね。なんだろう。目が怖いんですよ、ね。でも、田村、はい、手に乗せるの。え、そうですか。こんな感じですね。おぉ。全然懐いてない。必死で逃げようとしてる。はい、ちっちゃいね。そうなんですよ。かわいい。はあ、おっと。模様がまた美しいでしょ、うん、美しい美しい、カサカサやけどすいませんで、これからチャンバラの好きな、はい、女の子来ます、女の子来ます、はい、俺もね、何種類か話しちゃったけど、うんうん、まさかこれが来ると思うんだよ、これが、グランデスヒナのメスですね、あー、なんかオスよりも、うん、なんかちょっと絨毯みたいな、あの、なんかね、毛が生えてるのかな、スエードみたいな、そう、スエード状なんですよベロワみたいな、ベロワみたいなそうですね、高級素材みたいな、ちっちゃ、マジちっちゃ、こんな感じですよ、もう大、どんぐらいですかね、 4,5 センチ、4,5 センチないの、そうないか、そうですね、30、うん、あれなしやろ、あ、これ32でしたね、はい、へえ、はい、こういう感じだ、これがメスです、並べてみますね、オスと、うん、おい、まあ、こんな感じですね、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いやん、はい、めっちゃ可愛い、可愛いんですよ、あ、いいね、ここ、うん、もうこれ嘘でしょ、嘘いや、まだ餌食ってないやん、びっくりしたね、ちょっと、やっぱ何が可愛いって、このサイズなのにちゃんとカブトムシの、うん、そのまあもちろん国産とは全然違うんですけど、うんうん、カブトムシの形をちゃんとしてるっていうのがやっぱり魅力的だなと思って、うんねね、感動、めちゃくちゃ可愛い、はい、初めて生で見た。本当ですか。うん。てかすごい。でしょ。今まだいい方です、これ。冬になったらすごいですから、本当に。これ霧吹きした方がいいよ。ごめん今。めっちゃドアップでしたよ。でも水分ゼロなんだ。そりゃカブトも嫌がる。いやでも、うん、はい、すごい。めっちゃいい。奮発したね、はい、で一応まあ今大桑のね産卵セット組んでるんで、うん、まあそれと並行してやっていこうかな、ほうほうほう、でサイクルも早いんですよね、サイクルは早いね、半年に1回とか、そうなんですよ、1年だけね、うまくいけば2回ぐらい楽しめる、うん、どういった個体を狙っていくわけ、これでまあグランデスヒナカブト小型なんですけど、うん、まあやっぱりファミリアと言ったら、大型個体。うんうん、おー、なるほど。なので、まあ少しでも狙うのは大型、うん、小型の中でも大型サイズを狙っていきたいなっていう気持ちはありますね。おー、さすが。はい。久しぶりにお前のそういうなんか意見を聞いた。あ、そうですか、うん。ありがとうございます。で、まあ、そこはまあ、正気さんもちろん感化されたということですね。はい、今回そのオスは何ミリなの？42ミリ。42ミリ？はい。何ミリぐらいからがね、その、でかいん？そうなんですよね。やろうね。これもまだちょっとあれなんですけど、これちょっとコメントをお願いしたいよね、はい、そうですね、要はそのグランディスで小型カブトやけど、はい、美しさとかっこかわいさに一目惚れして購入したと、はい、でも狙うは大型と、うーん、かわいい、かわいいでしょ、かわいい、はい、マジでだけどちょうどいいかなと思って、ショッキーさんは、うん、まあ、大型を、ね、排出してる、エビシさんは今回、うん、僕担当で、俺は今回小型をやるっていう分かれてるじゃないですか、結局そうそう、ね、ジャンルがですね、おー、面白いね、はい、確かに、うん、でもなんか俺チャンバラね、はい、この小型カブト好きやろうなとは思いよ、あ、そうなんですか、うん、あ、メスが好きやねメスちっちゃいですよね、やっぱり、うん、ちっちゃいですよね、はい、今回この種類で頑張っていこうかなと、もちろん僕はもう並行してですね、うんうん、そこは、はい、そうよね、はい
なもうすぐ買ったと。あの動画撮ってから2、3日後ぐらいかな。なんも言わんもん。なんも言わんすよ。言い訳ないじゃないですか。言い訳ないじゃないですか。気がついた。え、嘘。また増やすよ。マジっすか。マジっすか。いやまあそのもちろんその自分ができる範囲でこうこれがしたいってね、チャンバラみたいに見つけれたら負けてられんな。いやでもすごいいいよね、切磋琢磨よね、うん、FC の行動と気持ちがあったけん、うんうん、チャンバラもここまでだったけん。そうです。はぁ、大事に大事に育っていきたいなと。もちろん。はい。でプラスで大型を狙って。大型を狙う。ファミリアのオリジナルカブトマットで。もちろんです、うん、いや頑張ろう、一緒に頑張りましょうかね。怒りは忘れて。まあ怒りは微塵もないですけどね。よし、ってことでチャンバラがねグランディスで大型を狙うっていうことね。はい、はい、そうです。なんかいい意味でのライバル心っていうのは、うん、俺ものすごくね人を成長させると思うよ、うん、てかもう現に成長してほしいね。あ、俺がお前と出会った頃はひどい男だった。はい、というわけでチャンバラの、増収っていうんですかね、これ増収、増収企画でした。うん、はい、頑張るよチャンバラ。頑張ります。皆さん本当にご応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。じゃあ、締めてください、主人公。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ジャケラー。